カール・アレクサンダー、ビュルテンベルク公、カール・アレクサンダー、カール・アレクサンドル。六百八十四年一月二十四日から七百三十七年三月十二日は、ビュルテンベルク公在位。七百三十三年から七百三十七年、神聖ローマ皇帝、オーストリア軍の元帥。カール・アレクサンダーは、ビュルテンベルク公エヴァー,ーハルト三世の下の息子である。 ビュルテンベルクイコールビンレンタール公フリードリヒカールとブランデンブルクイコールアンスワッハ編共白アルレヒトの娘エレオノーレ・ユリアーネの間に長男として生まれた父フリードリヒカールは1677年から1693年まで老いのビュルテンベルク公エーバーハルトルートビヒの後献人及び接種を務めた本家の公爵エーバーハルトルートビヒの一人息子 フリードリヒルートビヒが1731年に亡くなり2年後の1733年にエーバーハルトルートビヒも死ぬと重帝であるカール・アレクサンダーがビュルテンベルク公爵位を継いだ。カール・アレクサンダーは1712年皇帝軍の将軍だった頃にカトリックに改修していた。彼はプリンツ・オイゲンの帰還で スペイン継承戦争や1717 17年から1718年にかけて行われたオード戦争に参加し、軍事的な成功を収めていた。1719年には新生ローマ皇帝カール6世より、ベオグラード総督に任命されている。カールアレクサンダーは、ビュルテンベルク君主となると、先代エーバーハルトルートビヒが戦とした、ルート,ビヒ,ルートビヒスブルクからシュトゥットガルトに首都を戻した。 一方、皇帝軍の司令官としてポーランド継承戦争にも参加した。戦争参加や贅沢な生活によってかさむ出費と借金に対処するため、カール・アレクサンダーはユダヤ人のヨーゼフズユース・オッペンハイマーを自らの顧問官に任命した。オッペンハイマーは公爵の顧問として疲弊した広告の財政を立て直し、経済的に立ち遅れた。 ビュルテンベルクの開発に力を注いだ。オッペンハイマーはもともとフランクフルトアムマインで氷菓子と銀行業を営んでいたユダヤ人で1732年よりカール・アレクサンダーの財務関係の指摘コンサルタントとなり、カール・アレクサンダーの即位後は当時まだ珍しいユダヤ人の官職保有者、宮廷ユダヤ人となった。福音派、ルター・ハシントで構成される。 ビュルテンベルクの両方盗賊は、カトリック信徒の公爵が独断で経済の専門家を、雇い国庫を管理しようとするのを邪魔した。カトリック信徒の君主カール・アレクサンダーと福音派の両方盗賊、両方議会の前身に代表されるビュルテンベルクの両民たちとの間には対立関係が生じた。カール・アレクサンダーは1737年、排水種に伴う突発的な排促線のため、 休止した。公爵の死後間もなく、宮廷古門館オッペンハイマーに対する反ユダヤ主義の陰謀が巡らされ、落とし入れられたオッペンハイマーは軽しすることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。